今年度の最低賃金の目安について、時給で全国平均18円の引き上げとなり、現在の方式になった2002年度以降最大の上げ幅となりました。昨日から続いていた最低賃金の引き上げ目安を議論する厚生労働省の委員会が今朝7時ごろ終わり、全国平均の時給で18円引き上げ、798円とする目安を決めました。 4年連続の2桁増で最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降、最も大幅な引き上げです。最低賃金をめぐっては物価の上昇や春闘での賃上げを踏まえ、労働者側が大幅な引き上げを求めていました。今後、この目安をもとに都道府県ごとに最低賃金が決められます。